はい、皆さんこんにちは、おねこママです。皆様にちょっといきなりなんですけど、教えてほしいことがあるんですよ。ググってもわからなかったので相談になります。今朝猫の LED ライトで遊んだんですけども、子猫のミケネにとっては初めての猫ライトの遊びでした。で、それが思わぬ事態になったんですよ。ちょっと見ていただきたいんですけども、どうぞ。はい、このライト使ってみます。猫ライト、ミケは？ミケ遊ばない？ミケ、猫とあっち側なの？あっち側なんですけど、ミケこっち。あ、ミケ素通り。素通りやん。ミケ。ミケ見えてないんだ。え、嘘。ミケ見えてない？あ、ミケ見えてないんだ。お。ミケ。ミケ見えない？ミケ見えてないって言う猫ってどうする？やばくね？なんでだろう？ミケ見える？ミケ足跡見える？このライト見えてないよ、ミケタン。なんでかな？とっても不思議。ミケ？猫タン、猫タンのお尻、猫タンのお尻。ミケ？ミケタン見えてないっていう。なんでだろう？とっても不思議。ミケタン？え、見えてない。透明ライトなってる。透明人間みたいな透明ライトなってる。なんでだろう。え、子猫には見えないの？あ、子猫トイレ中です。子猫トイレ中、おしっぴーだと思います。おしっぴー中。お尻、猫たのお尻、猫たのお尻。おしっぴー終了。ミケ見える？ミケ、ミケ、見えてない。え、子猫ってライト見えないのかな。え、不思議だな。なんでだろう。皆さん教えて。子猫って光が見えないんですかね。いつもは目見えてるんだけど、この足跡のライトだけ見えない。皆さん教えてください。お願いします。ミケ、とりあえずお昼寝します。で、生まれたばかりの時は保護したてですね、キトンブルーでした。とても綺麗な色でしたね。で、それからはキトンブルーが徐々に薄くなっていって、で、今の成長した瞳はブラウンの瞳になってます。
で現在生後8週間程度ですね。で猫田兄が寝てるうちに三毛根だけでちょっと猫ライト確かめてみようかなと思ってます。起きてきたじゃん、起きてきたじゃん。これこれよ、え見える、見える、あまたトイレ、またトイレ、またトイレ入りました。トイレ中、猫た寝てたのに、寝てたのに起きよった。寝てたのにね、トイレ中。みけね、みけね、みけ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 、ね、みけね、見えてる？見えてる？ほらほら、みけ。なんか調べても全然わからなくて解決できずにいるんですよ。で視力が悪いとか普段の様子見てたら全く感じないんですよ。動きが素早いの でちっちゃいものでも見えてるので、だからこれって心配しなくていいことなのか、子猫特有なのかなと思って。子猫だけはまだなんか発達してなくてライトが見えてないとか。で三毛根の性格なら絶対食いつくはずのおもちゃなんですよね。なんかね光ってあの綺麗で動いてるので。で知ってる方がねいたらコメント欄にて教えてくれたらありがたいです。お願いします。ね、なんか結果によってはちょっとね病院行って調べてもらおうかなとか思ってたり、なんか心配しなくていいのかなとも思ったりもするんですけど、まあね元気だからね、それ以外は全部見えてるからね。発達の途中なのかな。ご視聴ありがとうございました。